こんにちはく国雄です。えっ、ー、と4月の1日のお話をする回になりますね。4月の1日といえば何だろうかと、えー、全部置いといて、岸本夢のちゃん、えー、岸本椿ファクトリーの誕生日。しかも今年えっ、ー、と2020年4月1日というのは20歳,20歳の誕生日ということなので、えっ、ー、と。 お届けしたいのは、岸本ゆめのちゃんその話にしたいと思っております。お付き合いいただければ嬉しいです。さあ、岸門ですね。ーオーディションオーディションこれはね。僕は2000ですか？11年ですか？見てるんですよね。その時追ってるっちゃ追ってるんですよね。 まあまあ小田さくらが唯一モーニング娘。入ったというタイミングその時からですよねですからです、まあ、まあぶっちゃけその中でどれぐらい注意して見れたかっつったらまあまあ置いといてもいいかなと思う感じだったっすこれはね多分あの当時のメンバー見たら置いときがちになったと思います、まあ、当然子供だったっていうのもありますよ まあ、ですがという話に、ね、なるわけです。まあ本人そこで諦めてどうこうってことじゃなくてね、まあ、研修生期間しっかり得て、あとけ研修生の時もね、もうあここ入ってみると意外と前出てくんなっていうような感じだったんで、本当に11期オーディションの時は子供だったっていうことなんだと思いますけどね。うん、なんか僕、僕はそう思ってます。まあそれで、 研修生期間を得てやっぱり椿デビューっていうところをこの話をする方がなんか二十歳のバスデーってとことはいいでしょうねえーまあ、子供から大人の女性になっていく二十、まあ、歳というのは大人扱いになってしまいますからところでの話っていうところに移っていきましょうさあ岸本これはね語るところもいつも通り3つ用意しておりますけど 貴志門を語る上では、えー、と僕はこれ悩み言葉悩みながらではなくもうそのままドンといくようにしますんで、えー、誤解を恐れずいきますんで、えー、と歌ここでいきましょうでこれじゃあ歌とはなんで貴志門が歌唱面と言われそして椿の中で僕どんな雰囲気で今いるのかというところをここからお話ししたいと思っておりますじゃあヒストリーまず一つ。 えーとね、6人の「椿ファクトリー」だった時もうこの中で言うと声が定位置にトンと入るっていうのは多分シもんとまあキキちゃんもいい,いんだけどキキちゃんだとちょっとインパクトトップの位置から出すまでのところがね体感弱いというかねこのねちょっと芯が弱いんですよ。で、でも入るんですよ。 で、キシモンはそこの芯がしっかりしてるから軸がぶれないんですね。で、ちょっと軸がぶれないんだけども、まだリストが弱かったりとかそういう感じで、もう、焼き分かんないですよ。全然わかんないよね、これ。あ <laughs> の、ちょっと押し込み方とかどうこうっていうところの、まだその技術不足というところはあったんですけど、まあ、基礎がある程度できてるっていうのはキシモンだけだった気がします。で、まあ、6人時代のところでは、 まあ6人というよりその後もずっと歌ではエースでしょうねなので岸本夢乃という存在この存在に対して歌というところでどうリカバーしていく人間が出てくるのか僕そういう見方で椿ファクトリー見てましたで残念ながらあ最初の6人ではそれがなくそれでまあ3人入れたっていうことがつじつまっちゃうんですよねなんか僕はそういうふうに思う どうしてかというといアイドルグループとはいっても歌を歌っていかなきゃいけないからでそうすると最もなんかあの岸門をカバーする上でいいなっていうふうなとこで言うと,もうお水とまあこれはねもう一個言ってお前一人外したって言われたくないけどもう一人で言ったらもうあれですよマオピンですよただマオピンもブレんのよ で、お水も、どっちかっていうと、声の質的に言ったら僕、キキちゃんの隣に置いて、そこの集ます感じで。岸もセンターに置いた場合、キキちゃんと、まあ、お水で、まあ、なんか集ます感じなんですよね。これもあくまで僕の印象ですからね。で、そういうチームを一応組めて、まあそれであとは、じゃあどうするかって言ったら、超いい曲でも、ポップな曲で、その極力で、 曲の力、だからそこに乗れたから良かったですよね。で要所要所でかといって要所要所もちろん岸門に歌わしてんだけど岸門中心では歌わり運ばないんですよ。これが椿ファクトリーの戦略だったんでしょうね。なんか面白かったですよ。まあ、常にエース中心ではいかないセンター中心ではいかない。 なんていうのハローの体制というのが椿にも現れてたという例だと思います。まあ、でじゃあ岸本のまあボーカリストとしての立ち位置とか今いろんな流れの椿の流れこれ一つとしましょう。で2つ目2つ目は僕が気になっていたのは岸本夢の時代が何をしたかったかっていうことだと思うんですね。でグループアイドルの中でもワンとしているところを最初見たし。 最近ここ何年かでもさここ何年かが最近ではないかですから1 7 8ぐらいからなのかな8ぐらいからかなちょっとなんか一発ギャグ的なとことかあとまあファッションっすかファッションでこの抜けていく感じこういうのを選び出したと思うんですよでこれはね実はただ単に奇抜なわけじゃなくてちゃんとそのアメリカンミュージシャンの まあ、要はアカデミー賞とかで表彰されそうなミュージシャンのファッション取り入れてるっつうんですかあれなんつうんですかなんつうんですかねなんかそういう感じなんですよでわ気持ちすごい分かるんですよ。なんでかというと僕も音楽やってたりした時に僕の場合 60s のイギリスのロックとか。 あとまあポールウェラーとか、ね、あのアメリカの黒人の音楽は取り入れてるんだけどどちらかというとそのブリティッシュセンスみたいなところ音楽やってるんですがちなんすよそういうとこ言ってた口だからわかるんだけどでもこれってねすごく針の穴を通すようなコントロールが必要でまず体違うし、まあ、顔違うしとかいろいろあるんだけどだけどそこをちょっと1個ずれただけで笑えちゃうから。 難しいやつなんですよねで笑える方に行ってんだけど棋士門力でなんか全部覆い隠してるような感じこれはブランディングだからいいでしょうね棋士門その辺はまあ分かってるやってると思いますが、まあそこが可愛いとこですねそういうのに挑戦してるのもいいとこだと思いますで、から士門はどちらかというとそのやりたいことっていうのがちょっと一発ギャグとかでどっか外に出てって爪痕残す系 まあちょっと桃地まで行かないけど桃地系の走り走らせ方するんだったら自分だなと思ったってとこと、まあ、ファッション実際好きなんでしょうねだからそこで、えー、アメリカの歌手まあ多分アリアナ・グランデですよねアリアナ・グランデはいい,いと思いますよチョイスとしてどうしてかといったらファッションを招いた時にやっぱりあの音楽も流していくはずだからあの文化として音楽とファッションかなり密接ですからね そうすると歌手として聴く上ではアリアナ・グランデはもうモデルとしては最高いいと思うやっぱそういうところのルーツモデルというのがしっかりしてやりたい方向性っていうのがなんとなくぼやっとあるでもそれをつまきにっていうこのこの面白さいろんな意味で面白さってことは2つ目でしょうねまあそれはなんか岸門は見えてる気がしますじゃあ3つ目これ僕一番評価してるんですあの女優として力あります でもこれね女優として力あるって言って女優になってほしいわけじゃないんですよ。<laughs> これ難しいねハローワンってね。女,あ女優だそっちってなれると「いやそういうことじゃねえんだよ」って思 <laughs> うんですね。だからまあまあそれをちゃんと説明しますね。説明していきますね。一番最初に思ったのはねあのこのねイースタンリーグしか成立しなかった気絶するほど愛してる。 ね、この一歩間違ったらマナカンの遺作になってしまうんじゃなかったかといういこれやめましょうすいませんあやつですよでこのミュージカルの本人のなんかビリービリー役ーちょっとロカビリー系のねミュージシャン的な役だったんだけどこれがかっこよかったんですよねでここでピーンときたのが後でつながるんですけど あ結構この子宝塚まではいかないけどまあそっち方面のまあそっち方面だよねだからね配役行けんなっていう感じになったんですねで本人も多分なんか掴んだ感じあったんでしょうねまあの後に他の舞台とかもそうだけどまあ族11人とかもそうですけどなんか冴えてきますよねで何よりすごかったのは僕はもうこれはもう去年あのはるかなる時の中 で、ここにこのね掲げちゃってますけどこれのこの岸門がベストプレイですよなんかもう難しい役だったと思いますよあとリサマルもすごかったですねリサマルとの掛け合いやりやりきった以上な気がしたうんまあですから先ほどから続くちょっと 気絶するほどでピンときたよっていうのはまあお,そらくおかえり恐れず言えば宝塚系俳優女優そういう部分これが何かあハマるんだなこの子っていうのに気づきましたこれ最初全然分かんなかったですで椿いる時もピンそこにピンとっていうかい意識いかなかったですねで彼女が舞台で見せていって おーって思わせた実力ですよこれはもう僕才能の部分もあると思いますもう才能というのは生まれ持った部分というのと環境に依存する部分って僕両方あると思うんだけどここでパンと引き出せたなっていうのは僕女優岸本夢のって部分だった気がしてますね。だまあじゃあこういうところまあ、これが3つ大きな魅力ですねまあ、声の部分そして本人のキャラクターの見せ方あと女優としての力ということです じゃあこれ二十歳になりました未来の騎士門どうしていこうっていう話に移りましょう、えー、私が決めることでは当然ないんですけれどもまあリスナーとしてそしてファンとしてという聞き方単純にっていうことですねやっぱり魅力というのを伸ばしていく段階で全然いいと思いますね本人が好きなものっていうところはそのままでで僕はこれなぜ井上イが椿 っていう説を僕ちょっとここ最近ピンときて唱えてたんですけど、まあ、結果ジュースになりましたけどこれはポイント大きく2つあったんです井上イは、まあ、ナイスガルトレーニー出身ということがあってリサマルとの物語の続きを描くんじゃないのかとそれが自然じゃないのかというとこ一つあとはやっぱ後輩育成同期というベリキュー的なつなぎ方なんですけどそこで レイレイが椿に入った方が。馴染みがいいなってことですよね。物語の続きと同時に馴染みなんですけど。そこで一番なのは、この二番手のところで一番のところがリンクするんですけど。声という面で。岸本を伸ばすんだったら、レイレイ隣っていうのは面白いなと思ったですね。そうすれば。まあ、分散。戦力の分散もなくなるし、あとリサマルにも。 いい刺激になるし岸本にも,もう今後なんですか計り知れないプラスアルファが訪れるんですよね。仲いい悪いは別でですす声としてだけですこれが思ったところですよ。ただしまあこれはレイレイが入らないジュースに行くってことでかなわなかったことなので岸本ただ椿はもう増員ししないでしょそうなると岸本歌って先ほど言いました「アリアナ」じゃないけどあの。 もうメンバーの中では自分が参考になるっていうのはないんだよねでもそれが岸本のおかげで立場だし椿ファクトリーなんですよあそうしたらどうするかといったら僕本人タレントか抜けていくと思いますねで歌唱力僕以前の初期の頃の動画でパワーという面では 3番手に岸本夢のだっこれは期待値込みなんですここだって抜けた時に岸本ね上の部分パワーの部分で鳴らせるんすねだけどまだコントロールできてない投げたいところに投げられてるっていうのはまだないと思うだけど舞台ではできんのよこれ面白いなと思いましたまあ世に言う伸びしろですね ま,あまだ荒れだま多いけど、全然これ、磨けんなっていう。20歳にして、岸本夢の。磨ける要素を大量に残しています。これは最初のところに繋がります。モーニング娘。11期オーディションという部分で、僕はダイヤモンドの原石であること、すらも見抜けませんでした。あんまりマチェックしてませんでした。マリアは何とかしないけど、いいなと思ったんだけどね。まあ、だからそれは。 レイリムというタイプ的なものはでしょただこれはハロプロというのはアイドルグループであると同時に音楽を真剣に作っていく舞台を真剣に作っていく組織でございますまあここまで言ってご存知でしょう僕は岸本ゆめののパフォーマーとしての力が相当好きですねこれは推しとかそういうの全く全然別ですあのハロプロの作品を作る上で実に楽しみだ 20代迎えてくれた、それが岸本有名の、そんな気がしています。椿ファクトリーでの月、えー、椿ファクトリーでの岸本有名の、そしてハロプロにおける岸本有名の、もしかしてタレントとしての岸本有名のですね。ここを僕は楽しみにして、20歳以降の岸本を見ていきたいと思っております。じゃあ今日はそんな感じです。4月も始まりましたけれども、まあ元気に楽しくやりましょう。そんな感じです。じゃあまた。